ハッピーバースデーみんな、ケンタ店長だよ。今日はゲーマーのイメージを一新するために頑張るよ。というわけで、ゲームをしながらできる筋トレの方法をみんなに教えて思って、こんな格好をしているわけなんだけど、今日はね、実況お休みです。はい、どうもね、世間一般のね、ゲーマーに対するイメージがひよばだとか、ね、色白だとかね、オタクだとかマイナスのイメージが、多いですけどね。今日はそのイメージを一新しようと思いまして、ゲームをしながら、マッチョになれる方法をちょっと皆様にね、伝授したいと思います。というわけで、まずね、Xbox をね、やると、マッチョになれると。そう、まずは Xbox を買おう。そっからですね。というわけで、その1ですね。これ一番簡単な方法です。こうやってゲームやってるじゃないですか。こうね。これ、ゲームしながらこの足を鍛える方法なんですよ。こうね。こうね。これでちょっと足にね、来るんじゃないですか。お面が熱くても。というわけで、その2、ゲームをしながらちょっと腕を鍛える方法なんですけど、まずこうゲームやってるじゃないですか、こうやってゲームやってるじゃないですか、こういう風に、まあ、ゲームやってるじゃないですか。腕を鍛えたいな、腕をマッチにしたいなと思ったら、こうしてですね、こうやってゲームをしながらね、腕も蹴られて、一石二鳥というわけですね。どうですか、これみんな、もう真似すぎちゃ、つらいな。やっててだんだん辛くなってきたな。うん。というわけですね、今ちょっと足の鍛える方法と腕を鍛える方法をね、ちょっと、紹介したわけですけども。これ、ステップ3ですね。ゲームをしながらマッチョになれる方法。もうゲームやってるじゃないですか、こうやってゲームやってるじゃないですか。したら、ちょっと腕鍛えたくなったな、ちょっとマッチョになりたくなったなと思ったら、まずこうするじゃないですか。で、まずこうするじゃないですか。で、これをまず、こういうふうにこう、こうするんですよ。ね、こんなふうに。重たいな。ね、こうやってやって、こうやってやって、したら、こうなるじゃないですか。何？そんなことしてたらプレイできないじゃないかって？スタートボタンがあるだろう！